迷いアヨい,いクラゲは、クダクラゲの一種。全体の長さは40メートルを超えることもあり、世界最長の動物として知られる。19世紀にはすでにその存在が知られていたが、極めて大きな体調を持つことは、モントレー湾水族館付属研究所による1987年の調査によって発見された。繊細でもろく容易に崩壊するため、生態の捕獲には未だ成功していない。 本種は他のクラクラゲ類と同様に接触、攻撃、防御などに特化した無数の個体が集合して一つの軍隊を構成する。戦闘に二つの栄章が存在し、四方を持った無数の栄養固中群が一本の長い帯となって後方に引かれる。体は白色から透明。青色の生物発光を行う。老夫による観察では、 軍隊の一端への接触後にライトを消すと、軍隊全体が45秒ほど光る姿が見られた。この光は保護用から発せられていた。太平洋、大西洋、インド洋、南極海に広く分布するが、北極海、地中海には生息しない。表層から中不可層で見られる。アイオイクラゲ族は、二つの丸い栄称に複雑に分岐した体能を持つことで、 特徴を付けられる属である。この属には、本種の他にプライア・レティキュラータが属するが、エイノ養の水管が、本種では分子状であるのに対し、ピー・レティキュラータでは、網目状となる点が異なる。プライア・ズビア・インフォメーション。2015年1月20日閲覧。軍隊全体の長さを、動物の全長と認めた場合。やはり軍隊であるカツオのエボシの触手は50メートルに、 達することもあり、さらに長い。50メートルの触手を2本持つカツオのエボシなら、長さを100メートルと考えることもできる。ウィダー、EA、エトール、バイルーメネッサンスインザ、モントレーサブマリンキャニオン、イメージアナリシスオブビデオレコーディングスフロムエイ、ミドウォーターサブマーシブル、マリーンバイオロジー100、541から551、ドイ、10.1007、 BF00394831、31, AB イリアン M マップストーン、メアリーエルアライサイファノフラ、オブカナディアンパシフィックウォーターズ P134、P134、グーグルブックス、サイファノフラ、フルディテールズインヨーロピアンレジスターオブマリーン、スピーシーズ。2015年1月20日閲覧。ありがとうございます。